はい、こんにちは、ジュリアです。カード開封動画43回目は2018年発売ゾーンデックです。もうすでにここに2018って書かれてますね。 USPCC ではなくって香港のボコポプレイングカードという会社が作ったもので、このボコポっていう会社はなんか斬新なデザインとかね、まあ基本的にはカーディストリー系のカードを発売している会社みたいなんですけど、これも例外ではなくて、普通カードってこんな感じで箱を開けるのが、これがね上下両方開くっていうね、とんでもないデザインになっています。それでは開封していきたいと思います。箱を見ていきます。ラインが入ってゾーンって書かれてて、ちょっとグレーの文字で2018って書かれてます。印刷とかではなくてこういうパーツになってるみたいです。で、いつものユナイテッドステイツプレイングカードではないんで、ティアテープ式じゃなくてビニール1枚ものになってます。ティアテープがないです。これがボコポプレイングカードのロゴみたいですね。一応香港の会社みたいなので中文と英文で書かれてますね。で、ポコポのアドレスが書かれてます。横面はメイドイン USA にはなっているんですけど、製造はアメリカなんでしょうか。プレイングカード、とりあえず開けていきます。穴が、気をつけて開けないと中傷ついちゃいそう。いつもと違ってビニールが全部剥がれちゃう。これはね、ここまでビニール残すとかはできなくて、逆に言うとこうだとかな、こうだ。うわ、なんじゃこりゃ、両方どっちからも開くって、しかも中がビニール包まれてて、そのまんまカードが入ってるのね。下からも上からも出ますね、これ。まずはフェイス面かな。ゾーンって書かれてますね。ザ・ボコボプレイングカード、デザインバイストーン。あ、思った以上に薄いです。これは、あ、これ間に入るようになってんだ。こことここに差し込む感じかな。このデザインがこのカード表面の箱と同じ感じになってますね。裏面にすると反対向きになります。裏面がこんな感じですね。全部箱と同じデザインです。うっすらとね、この部分がグレーの部分があります。バイスクルと違うのはね、このボーダーの部分がすごい細くできてて、こうした時にまあまあデザインが見えるようにしてあるんですね。こっち向きには柔らかいの、こっち向きにはすごい弾力ありますね、これ。で、これがジョーカー。ゾーンって書かれてます。で、色違いの緑色でゾーンって書かれてますね。これがゾーンデックのスペードのエースです。角張ったこの箱のこれと同じようなデザインになってますね。スペードのインデックスやピップスもね、ちょっと独特な感じになってます。結構真ん中寄りになってますね。フォントも全然バイスクルと違いますね。あ、これいいな。並び方が独特。絵札もこんな感じになってんだ。逆にかっこいいな。黒と赤じゃなくって緑なんだ。このピップスの並び方は全部共通みたいで、クラブはここが黒でクラブの角張り方がカクカクしていいですよね。なんか8ビットのゲームみたいな感じで、この部分は同じでハートも角張ってる感じで黄緑色ですね。で、広告カードが1枚、表面に1枚と下面に1枚で挟まれてました。で、ジョーカーが2枚。いつもの USPCC 製ではないですけど、メイドイン USA ってなってたんで、アメリカで作られてはいるんですね。あ、
滑り方はもう全然最近のバイスクルスタンダードと同じ感じで滑りはいいです。パルを入れてみます。うん、かなりいい感じに入るので使いやすいですね。で、一応ねこれカーディストリー用で作られてるカードなので、そういう風なカードフラリッシュで使うようなんだとは思うんですけど、こうやった時にね結構見栄えがいいというかかっこいい感じ見えますよね。まあ物自体は違うんですけど、一応手合わせスタンダードの最近のやつと、手合わせスタンダードの最近のやつよりも1枚分厚みがあるみたいです。それにしてもこの箱ビニールで包まれてないのでカードが傷みそうだな。ゾーンデックを開封しました。それにしてもとんでもない箱だな。この辺がねちょっとあんまり開封するとちぎれちゃいそうですね。一回一回入れるのが入れづらいです。はい、このボコポのゾーンデック2018のやつなんですけど、2019年に色違いで V2 のゾーンデックが出てるんですけど、この2018年の一番初期の黄緑色のゾーンデックは今結構品薄で入手困難になってるみたいです。でこの形結構ね Z の形なんですけど、これをなんとか 3D プリンターで再現できないかなって模型を作ってみました。カード面の下の部分をまず作って、この溝をねちょっと大きめにして、まず下の黒い面を印刷して、このグレーの面を印刷して、その上に行ったなって思ったところで黄緑色のフィラメントに交換してダウンで色分けしてみました。これ全部ね一つで印刷されてくっついてます。でこれで込むとこんな感じでゾーンデックの模型を作ってみました。これでねちょっとね紙飾りとか作れたらねちょっと面白いかなって思うんでやってみたいと思います。とりあえずジャンル分けしちゃいます。ジャンル分け性能はね、まあいつも通り KY 製の最近のスタンダードと同じぐらいの性能でね結構滑りも良くてファローもかなり入りやすくなっています。でジャンル分けなんですけど、これいっぱいありそうだね。ボコポープレイングカードなんで、まあでもコラボ商品ではないですよね。完全に USBCC ではなくてボコポが独自で作ってるので、そうですね、これカーディストリー用初なのでカーディストリーと、そしてコンセプトがもう独特なこのデザインのコンセプトなんでね、でもコンセプトでもないか、カーディストリーとデザインともうかなりレアになってるんでコレクション用ですね。もう飾っとく用でもいいし、カーディストリーでこう予備買って使い倒すにもいいしっていう感じです。ゾーンレックの2018でした。よろしければチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それでは。